まあ、矢はこっちの方に来るんですけど、日本の矢は反対側に来るんですよね、いるとき。へえ、こういう違いがあるんだ。自分も見比べてみて、あ、そうなんだって。へえ。ピンと伸ばしたらやっぱり次の動作は映りづらいでしょう。ああ。よろしくお願いします。毎度です。今回も日の目さんが来てます。どうも。アドバイスセッション、ディスコードコミュニティグループからまた絵を拾いました。今回はキモイチというメンバーの絵。I'm hoping to get some feedback on this character I'm working on. 何かフィードバックお願いします。で、もうすでに Discord グループですごいメンバーがみんな助けてあげているんですけど、アニメーターの日の井さんに少しアドバイスもらえますか？はい。ポーズの改造とか、あとバランス。よく言われてるのは、こういう左側に不安定になってる時に、そういう風に動きを出せるんですけど、こういう場合だと、もっと頭の方がこっちに安定した方がいいとか、そのままこれの方がなんか動きがあるようがいいとか。そうだ、まあ、この絵だと上半身はまっすぐになっちゃってるじゃないですか。少し傾けた方がいいんじゃないですか。画面をちょっとこっち側に傾けてみれば。こうですか。うん。そっちの方がいいんじゃないですか。なんでですか。画面右側を向いてるように見えるから。ああ、なるほど、こんな感じですか。うん、ああ、いろいろ改造見せてもらえますか。うん、お願いします。はいはい。じゃあ最初は全体的に斜めに角度をつけて、うんうん、これ決定的にちょっとまずいところがあって、お、この指のつるなんですけど今こんなところにあるんですよね。でここまで、あ、ね、引いて、うん、ここだともうこれよりもっと引けないんですね、うん、多分普通の持ち方だとこのつるは脇の下の方にないといけないんですよね。あ、確かに。まあそれを踏まえて修正していくとなると、これより引いたら自分の首のところに来ますね。最初は、まあ、頭の位置から決めていっちゃいましょうかね。とそして腕の位置、もう少し直接前に来るように。そうですね、今のポーズだともうすでに限界まで引いている状態だし、その紐を引いてるように描かないといけないですね。そして右腕がもう少し上に。そしてキャラクターの右足がもっと右の方に行ってます。
おお、そういうディテールだけで説得力がすごいアップできますね。こんなとこっすか。すプロポーションまとめるとすごい強くなった感じですね。男のキャラですよね、一応これぽいですね、うん、スレンダーな男の人、うん、特に注目してほしいところはどういう辺ですか。うん、そうだな、まあ道具を使うときはそれもしっかり書いといた方がいいかなってことですよね。まあ西洋の弓矢だとあのまあ矢はねこっちの方に来るんですけど、うん、日本の矢は反対側に来るんですよね、いるとき。へえ、こういう違いがあるんだ。自分も見比べてみて、あ、そうなんだって。へえ、なんか全体的にこの人の強さが上がった感じです。前の弓が収まった感じで書いたんだけど、やっぱりちゃんと引くとこういう曲がり方になっちゃいますし、今の持ち方だともうすでに弾いているように書いておけばちゃんと準備してる感じになるし、気になってるところがこの足、うん、こうだったんだけど、ね、今はもう少しこっち側に動かしたんですけど、それはどういう効果あるんですか。うん、まあジャンプしながらだけど次の予備動作ですかね。なるほど。でそれぞれ好き好きですよ、こういうポーズ。そうですね、左足が前の方は結構直接伸びてたけど、今の方がもう少しこういう曲がり方が入っていて、うん、ピンと伸ばしたらやっぱり次の動作は移りづらいでしょう。あ、細かいところだけどここがすごい気に入ってる、うん、このちゃんと腕を上げるときにこの筋肉形が変形されますね、うん、前の A だと腕がこういう風に曲がっているように書いたんだけど、うん、でもやっぱりこういうその筋肉の山も重なっているように書けばそれっぽく描けるんです、うん、まあ、筋肉の盛り上がりを描くと、ね、結構立体感が出るから、女性キャラでそれやるとねムキムキになっちゃうから、あ、確かに結構描きにくいんだよね。そうね。じゃあこんな感じです。はい、キモイチさんに最後に何かワンポイントアドバイスありますか。弓を射るポーズの参考でかっこいいのがこの前見たバーフバリですかね、インドの映画です。じゃあ弓の描き方は それが参考になりますか。はい。なるほど、かっこいいっすよ。面白い。そして Discord コミュニティグループ、ぜひリンク貼ってあるので無料でアカウント作れますので、ぜひ Discord グループに入ってこのアートアドバイスリクエストという部屋に投稿したら、これと同じように動画にもなる可能性はありますよ。いろいろアドバイスもらえますし、あとは登録お願いします。じゃあまた今度アドバイス動画で、バイバイ。お達者でーす。